ロック歌手矢沢永吉74が14日東京日本武道館で全国アリーナツアー永吉矢沢コンサートツアー2023ウェルカムツーロックンロール東京4デイズの初日公演を開催した。この日は矢沢にとって通算150回目となる日本武道館公演。当初は昨年12月20日に開催予定だったが、喉の不調により断念し、1年越しに記念公演を実現させた。矢沢はロックバンドキャロルの解散から5ヶ月後の1975年9月21日にソロデビュー。1977年8月26日、日本人ロックアーティストとして初めて日本武道館でコンサートを開催し、この日、前人未到の通算150回目となる武道館のステージに立った。